いいよね。なんかそれぞれそれなりに楽しくて、Z さんはただ聞いてるんでしょうかね、参加してきませんが請求しちゃうというねそんなのもありますけどね。日本でどこ行ったことある、はい、国内って言えばいいのかな、国内ですよね、うん、修学旅行とかも数えていいですか、うんうん、全然全然、修学旅行だったら、うん、九州、うん、で、熊本とか、うんうん、あとは長崎に行って、うん、あとは関西の方で大阪に行きましたね。あと個人的な旅行だったら東京とかですかね、うん、それぐらいですね。じゃあ東京まで、東京、私の記憶がない時に北海道に行ってるみたいなんですけど、うんうん、まあ、1歳とかみたいで、もうちょっと私が覚えてないんですよね、うん、でもそういうのもあるかもね、うん、そうですね。なんだろう、私旅行っていうよりも仕事であちこち、あ、はいはいはい、どこに行かれますか。九州の方は、行ってないのが宮崎、うん、宮崎ぐらい、うん、がちょっと行けてなくて、うん、他は行ったのかな。あ、熊本も行ってない。あ、通った行った行った、うん、で九州はそこ一箇所行ってなくて、四国は愛媛行ってないんですよ。あ、愛媛と神奈川行ってなくて、うん、それ以外二つは行って、あとは兵庫あたりだと神戸行ってるな、あの辺行ってる、京都、大阪、うんうん、どこ行ってる。あと伊勢神宮のとこなんだっけ、あ、三重とか、三重とか、うん、出雲、鳥取、あの辺とか、はいはいはい、愛知とか、愛知とか福井とか、仕事絡みですね。新潟とかも結構、新潟はね入ってないのよ。あ、新潟入ってないね。へえ、柿の種食べに行かなくちゃと思って美味しいね。で今計画してるのが年内に京都は絶対行くので、はいはい、あと北海道と金沢、うん、あと愛媛に愛ちゃんに会いに行こうかなと思ってて、いいですね、うん、っていうこの4つ行くとすると年内でしたっけ。きついね、もう10月ですもんね、うん、10月京都終わらせるので、はい、11月どっか行って、あん、どうしましょうどうしましょうって。冬の北海道はいいね、大変ですね、あの筋力っていう奪われる。うん、あの東北に行った時に、はいはい、やっぱりあの寒さが気持ちよくてでこうピーンって張り詰めたあの、ね、空気がよくてパッと出るでしょ、はい、2秒で背中感が痛くなる。本当にもう寒くて乾燥してる分もっと寒いですよ、なんか、あ、なるほど、パキパキっていう感じで、うん、だから内地に冬行く時は下地全部終わるじゃない、ファンデーション塗る前にワセリンを塗って飛行機乗らないと、はい、乗ったらパキパキパキってなるね、乾燥が大変です、ちゃんと保湿してプラスアルファで、うん、へえ、千葉さんそうなんですか、来月は車であの東海道53次ほう、すごいいいね人のことすごい冷たいでへえ、いいんじゃないガソリン入れ忘れないでね忠告ですね、あ、気をつけてねみたいなちゃんとトイレのあるコンビニチェックしておくんだよみたいな、ひーさんから来ておりますね、はい、はい。今日の仕事は段取り通りに進められたというか、はい、周りもテキパキ動いてもらえたので何もなかったんですけど、それは感謝でしかない気持ちで終えましたよ。家族は祖父母が神社神道なので見てないところで手を抜いたら全部神様見てるからん帰ってくるんだよと教えられた記憶があります。わかる、あの私に仕事関係の人のある映画会社の会社の社長がね、エリアさんなんだかんだ言ってねおテントさん見てますからねお前の悪行もなって思って私が返したのお前外に出れんだろじゃあみたいな見てるぞとそうはい、ちゆうさんから来ております。あ、それか、そう、
はい、伊勢にも来てねって行きます。あの二見が 裏からねちゃんと順番に回って最後の到着は下宮の前のうなぎ屋さん、美味しいのよ、美味しい、あそこのうなぎは美味しい。あのね蒸さないで最初から焼いて、そう、あそこのうなぎは美味しい。なんかね上と特上は同じうなぎなんだって、量だけが違う。あ、はいはいはい、うん、でそっから下はまあ別なうなぎなんだって、うん、だから私はもちろん特上でもちろんさそう、あとは成田山に行った時にやっぱりうなぎ食べますね。はい、うん、美味しいよねあそこ、急な階段のねあそこですね、うんうん、本当にあの蒲田行進曲とかに出てきそうなこんな階段で、はいはいはい、それを登って、うん、降りてくる時が怖い。降りる時はもう腰が抜けそうなぐらい怖いんですよ。そう、おお、まっすぐまっすぐみたいな角度がもう本当こうピッて背中をピッて伸ばしてみたいな、もう90度に近いぐらい、そう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 、直角というか、うん、もう一段一段なんかもう座りながら確認して降りていかないと怖いみたいな。 そんなに、そう、なんでこんな階段作ったのみたいな、ですよね、うん、怖いですよね。そう、うんうんうん、でね私ね成田山に行った人とはみんな縁が切れてんの。そんなことがあるんですか。そう、でもタクシーの運転手さんもしましたね。そう、それでもうれーと思ってたらタクシーの運転手さんが言ってたのは成田さんのねってあそこに恋人同士とか男の人と女の人って行っちゃダメなんだよっていうの。え、どうしてですか。あそこの神様はやきもち焼きだから別れさせんだよってそうですねみたいな、ほんと、うん、成田さんっていうのはすみません、千葉の、うん、ちょっと沖縄にもなんか同じ呼び方のあれがあったので、うん、どっちだろうって思っちゃいました、うん、別院なんで、別院っていうか、はいはい、沖縄のねあれなんだけど、はいはい、全然エネルギーは違う。そうなんですね、うん、そう、私はやっぱりあそこに行くとガーってエネルギー上がってくる。この千葉でしたっけ、千葉、そう、成田さん、うん、すごい、うん、みんな縁切れてるみんな縁切れてる、うん、離婚もしてるし、あらららら、やきもち焼きですね本当に子供たちとだけは切れてないよね。そう簡単切れるようないんじゃないですかね、ここは。そこは心配せずとも。じゃあさ、縁切りたい人と言ったらいいんじゃない？うわぁ、上司と誘わないでしょ、そんなに胃に穴がいちゃう。あと、沖縄にこのバーに行くとその人と縁切れるっていうバーがある、私は。へぇ、うん、これはエリューさんが経験した、うん、へぇ、全員と縁切れてる。そう、うん、これは何でですかね。そこのマスターとママが本当にエネルギー強い人たちで、はいはい、なんかねやっぱりなんかこう振り分けられるね。あ、うん、そうなんですね、うん、力というかエネルギーを感じて、うんうん、こう何て言うんでしょう、人が、うん、うん、そうなんだ。お店でもあるんですね。あるある、こういう神社とか、ね、うん、そういう場所ではなくて、何何か断ち切るなら不動明王様最高って確かに不動明王様は大きい剣持ってますもんね。うん、反応薄いね、黙っちゃったそっか、いや妙にこう納得してね、あ、私不動明王、そうね、私ケチンしてんですよ、ご縁をつないでるので不動明王と成田さんで、はいはい、そうなのよね、もう最高ですよ。父親が言ってましたよね、私が父親に質問したんですよ、お寺の奥さんたちとかお寺に住んでる人って観音様みたいに優しい顔してるよねって、私違うよねって言ったの、そしたら、うん、大丈夫大丈夫、不動明王様に似てるからってそれをねこの間ご用さんに話したら、そんなことないよっつって目をそらされましたけどねおいおいおい思ってるだろうみたいな思いましたけどね、まあまあこういうのもいるとね、なんでうなずいてますけどね、はい、トムヤンから来ております。はい、フェイスブックからはリアルタイムで見れないのでツイキャスでイン、こちら皆さんの顔が形だけしかわからないボケてます、来週までに直します。なるほど、ちょっとねあまり良くないんですよツイキャスの映像って、で後で YouTube もあまり良くない、局のカメラ悪いとか
今日すいませんフェイスブックがちょっと調子悪くってアップできません。来週頑張ってみましょうね。はい、そんな感じでございます。はい、はい、ヒーさんから第二次世界大戦の戦争の話で防空壕での生活や食べ物がなかった時代の話も聞くと人は何もなくない時代でも必死こいて生きる方法を考えるだよ、考えるんだよと肝に銘じときなよと。そんな話を終えて僕は自分に後悔残すならその時のベストを尽くし続けようって思いました。素晴らしい、私もそう思うな。はい、はい、宮さんから、はい、こんばんはとのことです。おひさですよ、おひさですよ、おひさですよ。2週間ぶりぐらいです、はい、そうですね、はい、そんなこんなで、この辺で切り上げないと後半のテーマに行けないので、はい、では後半の月にまつわるお話でいきたいと思います。ではでは20秒後、後ほど。では後半のテーマ、月、お月様の月でございますね。はい、はい、10月1日が中秋の名月、旧暦でいうと9月の13日になると中秋の名月というらしいです。はい、はい、そうすると9分から数えるとやや2週間3週間違う1ヶ月後ぐらいのお月様なのかな、満月だから、うん、それをあの一番1年で美しい十五夜とね、いうのかな、そんな感じでなっております。私ねお月様好きでね、いいですよね月、なんかね、好きなんだよね。いいですよね、なんかパワーをもらうというかね、癒されると、癒されるというか、月っていろんななんかあの呼び名があるじゃない。7日目の月を上限の月、13日目、13夜で、このね13夜っていうのがまた今日あたりが13夜なんですよ。はいはい、でこの13夜っていうのがちょっとね、なんかあれ私書いてきたんだけど、なんかこうなんかちょっと素敵なイメージがあったんだけどちょっとどっかに書き忘れちゃったあの14日目小餅月、小さい希望の棒に月って、多分待ちわびてるっていう意味なのかな、どうなのかな。で15日はもちろん十五夜、満月。はい、で16日目いざ酔い、の月ですね。このいざ酔いっていうのが、ためらっているようだっていう、あの15日を過ぎて、うんうん、このちょっと満月ちょっと大きいんだよね、16日目の方がちょっとプーって膨らんで、あとよく見てると17日目あたりからちょっと欠けていくのかなっていう感じがするんですけど、ためらって見えるからいざ酔いというらしいです。で17日目の月がたちまち月、まだかまだかとなかなかね出てくるのが遅いというので、あの立って待っているというね、それでたちまち月というらしいです。で、18日目これいまち月なんて読むんだっけ、これは何ですかね、そこにいる住居の居に待つ月って書いて、なんて読むんでしたっけこれ、ちょっと あれで19日目、寝待ち月、伏待ち月というらしくて、なかなかね登ってこなくて寝ながら待っているって、こうこの遅く出てくる、遅く月が上がってくるっていう意味らしくて、で20日の月はよ、これ言った今、20日目の月が夜もさらにこの19日目の月よりも、なんて書いてあるんでしょう、しまったこれ見ないイマチ月、18日目の月がイマチ月というらしいですね。で20日のお月様はフケマチ月っていう、もうかなりもう夜もう更けて、で本当にみんなが寝静まった頃に、なんだろうね、でそんな月がありまして、でね26日目の月になるともう夜はその月はみんなに姿を見せることなく、この明け方、明けの明星とかよく言うその時間帯にこのふーっと
上がってくるのを、あの夜明けの空にね昇ってくるのを、あの有明の月ってよくなんか歌にも歌われてますよね。結構そうですね。ね。でこの有明の月ってでも16日目以降の月、いざよいの月あたりから全部まあ有明の月ってなんかまとめて言うらしいんですけど、いいよね。月ってこの呼び方がさ、素敵ですよね。ね、なんかいいな。日本ならでは、ならではの。そうそうそう。でなんか何なのこの。この月にも季節によってやっぱり空気のあれでね、なんかいろんな見え方が変わってきたりするじゃない。こう春はこうボワーンとこう霞がかったような、あのよく言うおぼろ月とかね。どの季節の月が好き？季節か、私あんまり季節を意識したことがなくて、もう月の形だけしか見てなかったんですよ今まで。あ、なるほどね。なのでちょっと気にしてこれから見てみようかなと思います。私はね、あちらはどうなの？なんか特に一番この季節が好きっていうのがなくて、もそれぞれの表情があるからこその月が好きっていうか。あ、なるほどね。月が好きすぎて、はい、月を一晩中見てて朝が来たっていうのが何回もありましてね。もうずっと見ちゃって、ずっと見て、別に何かを考えてたわけでもなく、ただただ月を見ていた。傾く月をこう見ていた。へえ、いいですね。それね、朝失敗したと思いましたよ。なりますか。8時ぐらいに眠くなってきて、いや失敗したなと思いましたけど、また見るんですよね月をね。好きでね。私はあの寒月って言ってこの寒い頃の月が好き、はいはい、もう本当にもう空気がひんやりっていうかもうキーンってもう寒い頃の月が好きで、だからこの秋のあたりからこうだんだん冬になっていって冬に見る月が好き。そうなんですね、うん、なんか私もあの月の表情という、そこまでは分からないんですけど、このちょっと肌寒い中、外に出て見るっていう状況がすごい好きですね。いいよね、いいな。あ、そうそうそう、ご用さん、そう、芭蕉の明月や月を巡りて読もうすがっていう、あの、池に映った月を見ながらこの池の周りをぐる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 回ってみるっていう、はいはい、あの句があるらしくて、あら、私これご用さんに教えてもらったんだっけかな、なんか、いや素敵だなって思って、いいよ月は。はい、はい、先にご用さん、はい、ご用さんから、美しい月を見てたら朝まで見ていた。そうですね。なんかね、私今年の2月に、はい、久々に綺麗だなって思うあの月を見て、もう本当に忘れられない。あ、その綺麗さといい、そう、なんかね、すごくやっぱり季節的に空気が澄んでいたっていうのもあったりとか、はいはい、でその時に なんだろうな、この何かがつながった感じがしたの。おっていうのは月と、そう、 月を通して何かが、はい、あのまあ信じるも信じないもお任せなんですけど、あなた次第で、あの本当にね、なんかこう遠い約束が叶ったっていうと変なんだけど、遠い昔の約束がつながった瞬間で、それが多分これから動き出すんだろうなみたいな、なんか不思議な、この吉津の向こうにとか、この何かの向こうにみたいな、はいはい、なんかそれを感じた月を見たというか、そういう感じだった。へえ、何ですかね、月ってなんかすごいメッセージを持つというか、見ているとありますよね、とってもそうなんですね。千代さんから来ております。はい、鶴川さんから、もっちづきって満月のことなので、もっちづきさんに会うと心の中で満月さんとつぶやいてしまう。ちゆさんってすごいチャーミングなんですよ。フェイスブックでもつながってるんですけど、はいはいはい、素敵だわ、はい、コメントから伝わります。ひー、はい、さんから、みんな夏は嫌だって聞くんですが、夏に全てをかけた人間としてはどうしても夏って言ってしまいます。
そうだよね、野球の人は夏だよね、そうね、はい、どうぞ。千葉さんから、はい、街灯もない田舎ですので、満月の夜はライトを消してバイクのツーリング、ま、良い子の皆さん真似しないでくださいね、タヌキの飛び出しには注意してます確かにあっちはいろんなものが飛び出してくるので、ね、そうそう、でもあの千葉さんのお話でびっくりしたのが、はい、イノシシの話びっくりしたよね。イノシシ、車ぐらいの大きなイノシシがいると。え、そうで、あの千葉さんだけじゃなくて、はい、あの鷹の、うん、ん、それはそこまで言っちゃいけない、地名は言っちゃいけない、うん、そこに住んでる人たちも何人かそれを見てると、はいはい、で聞くところによると、ワニとサメとイノシシは死なない限りって言うと変だけど、成長がもうずっと止まらないって言ってたね。そうですね、うん、食べられたり病気で死んだりしない限り、もうどこまでもでかくなる。本当にもののけ姫のあれは嘘じゃない、うん、嘘じゃない。そうなんだ。まあもののけ姫にワニ出てこんけどね。あれ？ワニは出てこん。イノシシは出てこん。イノシシの話、うん、知ってる知ってる。ちょっと待ってね。行きましょう。はい、はい、はい。そうですね。みゆちゃんなんか書いてきた？はい。月様は14夜16夜が一番綺麗ですよね、うん、ね、なんかあの、なんだろう、パンパンの満月よりもちょっと手前とか、うん、ね、今日なんかもねすごい13夜でいい感じでしたけどね。確かに、うん、なんかいいよね。いいですよね。なんかこのピークよりもいろんなこともそうじゃないですか、うん、全て。確かに、なんかこのピークよりもこのちょっと手前とか、はいはいはい、ちょっと過ぎたあたりとか、うん、だからあの、なんだろう、人待ち月なんて素敵よね。名前がとても素敵じゃないですか、うん、なんかね、うん、そのなんかこの月の名前を聞いてると誰かを待ってみたくなりますよね。うん、そうです ね、待ってみたい待ってみたいはい、目が合いましたけど待ってみようか待ってみますか誰かをどんな町でどんな町で行きましょう次に、はいはい、千葉さんからエイサーは必ず満月の下で行われます、はい、なんて素敵なシチュエーションね。あのあれですもんね、やっぱりあの満月の日に吸盆がなんかちゃんとピッと決まってるって言いますもんね。うんうん、だからなんでしょうね。でも素敵ですよね、満月の時にね。うん、そうですね、うん、太鼓の音とね、うん、三線の音とね。そう、ああいいね、いいですよ ね、愛ちゃん来ておりますね、はい、月か好きかと思ったちょっと数が似てるんでちょっとそうね、月好きみたいな。月って何って。そうだ、はい、あの、はい、そう、はい、月をあの I love you を、はいはいはい、日本で初めて訳したのがうんと夏目漱石。そうなんですか。そこでなんかあのよく会話で月が綺麗ですねっていうこの隠れた言葉を、そう、夏目漱石がなんか I love you と訳したらしい、そう、私言われたことない月が綺麗ですねと言われたい、うん、でもその人本当に知ってて言ってくれるんだよね。夏目漱石知ってますかってちょっと今度聞いてみましょうね月を見る機会があったら。そうですね、なんかさ、お月見散歩みたいなのいいですよね。いいですね、ね、うん、いいの、星もいいけど月もいいですよね。なんか、うん、そういうのがいい、うん、うん、いいな、ね、はい、はい、Z さん来ておりますね、はい、Z さんからはい、いろんなことを考えに富士五湖、うん、富士五湖にキャンプしに行って、はい、湖に反射した月を見ながら焚き火してコーヒー飲むの好き。素敵、アウディで行ったんですね、Z さんはアウディですからね。アウディって何なんですか。アウディっていうのは車の前ね、 Z さん Z に乗ってたんですよ、車の車種がそう、で、あのアウディになっても Z さんなんですよ。なるほどなるほど、うん、そこから来てるんですね、うん、名前も。そう、はい、素敵ですね、トムヤンさん、うん、はい、半月が好きです。実は上限の月は成長の木、下限の月は心の断捨離、静かにだって幸せになれるなんて聞いたことがある、うん、あ、いいね、うん、はい、いいですね。染川さん、うちのお山にもいろいろ、
お山にもいるいる大きいのがたまに車を横切るとお静まりくださいシシガミ様とつぶやくいいですね、シシガミ様。なんか今度京都に行った時に染川さんともあの千代さんともどうにか時間を合わせて会いたいですねっていう話もしてるんですけどね、はい、そうですね、はい、みやさんから満月の日はお月様に感謝しお財布フリフリのまじないをします。私もやってる、純利益1500万って純利益ですからね大事ですそこ、うん、みやさんからその思いからね、はい、月が綺麗ですねが I love you, I love you ってなかなか繋がらないよね、マドンナに言ったんでしょうね、ちょっと気になるな、うん、でもさ I love you って言われるより、はい、なんて言われたい、 I love you より、うん、なんて言われたい、うん、まあ同じ意味合いで別の言葉で、うん、ってことですよね、うんうん、難しいな、何かな、大切にされてるなっていうのを感じたら私は何でもいいのかもしれないですね、うんうん、大切か、そうだね、大切にされてるって雑にあの扱われてるなって感じた瞬間冷めますからね、一瞬で、もう、うん、いや、はい、はい、オッケー、次、みたいな切り替え切り替えはいはい、席変わってくれるみたいなまたなんか言われそうだなはい、ひーさんから、はい、高校時代はみんな冬は着込めばいいしって聞いて、夏は脱ぐもんなくなっても、うん、しのぐ方法ないじゃんって言われたんですが、僕はド M なのか顎から汗が滴り落ちながらも頑張る姿って人を感動させるやんって憧れてしまった僕がいたので、そうなんかわかる、あの汗が変わる瞬間ってあるよね、あのなんかこう最初はこうなんかドロッドロな汗なんだけど、このサラッとした汗に変わる瞬間が、うん、やってるねって感じがする、あれは気持ちいいです、うん、あれは気持ちいい、うん、はい、トミヤンさんから、はい、純利益大事だよね、そうですよ普通 の, あの収入あのね、あの年間所得 の, あの売り上げとかそんなんじゃダメなんですよあれもう純利益です、純利益そこが本当に大切、純利益です、はい、すみません、はい、はい、ごよさんから愛おしいよこれは愛してるの類義か、素敵だな、もうちょっと今キュンとしちゃったね今ここ多分3人あーって思ったよね、ちょっとなったと思いますよ私も、愛おしいよか、やだもういいやばいやばい、今この曲 BGM とごようさんの言ったのが、はい、あーちょっと泣きそう、結構来ますね、ルルしてますよゆさ今、あーやばごようさん愛おしいよねみんな弾いてたりしてね、あららら、突っ込めばね、あららネタか本気かお前どっちだみたいな、ね、もちろん本気ですよ、はい、千葉克也さん来ております、昔気仙沼にいた時に、はい、海から海から月が昇り光の帯が海面にずっとつながっている光景が忘れられません、 あの月の道っていうんですよ ね、 そ, うですね、でその月の道を渡ってあのあちらに渡ると、いいです、あ、うん、そういうことか、そうそうそう、で月の道を白い馬が駆ける時があるって言われるんですよ、はいはい、でその時には一度だけどうしても会いに行きたい人のところに、肉体がなくなってもその人のところに会いに行ける許可が降りた日って、へ、うん、でもそれは本当に一個の魂に一回しか許されてないから、そうだから旅立った人も一回だから、会いたい人と会いに来てもらう人は一対なので、その人たちの一回はそれで終わりなんですよ、へ、うん、だから私ねすっごい考えたの、誰と会いたいか、とっとこうと思った、うん、なんかやっぱり私母親だから子供たちが何かあって会いたいって言った時に、うんと使わないで済むようにそれをね、うんうん、済むように子供たちを育てておこうって思ったの、うんうん、だからその1回は恋しい愛しい人のために使わせていただこうと大切な大切な大切な1回よね私は、
だからあの何ですかね、引導を渡してくれた和尚さんに会いに行こうかなと。もうそうしましょう。もうそうしましょう。和尚さんありがとうって、私無事に来ましたからねって。明日とうとう。